はい、皆さんこんにちは、ワンダルルビーチです。では今回はハウスオバインフォーカイザーライヒ日本軍プレイ続けていきたいと思います。ドイツが第一次大戦で、勝利したという仮想のシナリオのもとに進むこのカイザーライヒなんですけども、すでにドイツ軍は、滅びてしまっていて、現在はですね第三次世界大戦というような様相になってまして、日本対ロシア、ロシア対イギリス、フランス、そしてそのイギリス、フランスはアメリカと戦争中というね、四つどもえの戦いと言っていい状況です。で、我々は、引き続きロシアと相対していかなければいけないんですが、ロシアがインドを征服して、インド方面からも進出してきている状況ありますので、このあたりにも十分に注意を払いながらですね、戦いを繰り広げていけたらいいかなというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。軍の再編も行いつつ、やっぱり核ですね。最終的には核を使って、この苦しい状況を打開していくということになるのかなと思ってますので、核の使いどころをですね、そこには、一定の配慮をしつつもですね、惜しみなく使っていければいいかなというふうに思っています。核に関しては今、完全量産体制に入ってます。原子炉、いくつも平行稼働して、核爆弾を製造している状態ですので、必要に応じて投下していきます。数が揃ってから一度に投下することもあるでしょうし、一発一発ですね、狙いすまして落としていくこともあると思います。いずれにしてもこの戦線をですね、モスクワ方面に緊張感を持たせるために、西へと戦線を、押し上げていきたいので、今まで核は主にこの、満州近辺で使うことが多かったんですけども、満州近辺、大方ご覧のように、取りたいところは取れている、そういう状態ですので、この先はですね、西に進むために核を積極的に使っていきたいと思います。核を3発ほど落としてですね、このモンゴル西側の戦線、有利に進めています。このまま、核はこの地区を中心に使っていきましょう。ここで一度各戦線おさらいしておきましょう。まず、北満州なんですけども、一時の苦しい状況からですね、少し好転しつつあります。ただ依然として一進一退の状態ですね。核を西部戦線で使うことを考えているので、核をあまり使えないというのもあって、戦線が再び膠着状態になりつつあります。で、中央満州なんですけども、ここもですね、苦戦の状態から状況、少し好転しつつありますね。バイカル湖まで一気に進んでいければいいかなというふうに思います。そして、西部戦線ですね、核を主に投入している地域ですけども、ここはですね、特に補給線が細くて、大部隊を展開できないということもあって、守り側が少し有利な地域特性になっているのかなと思います。なので、その守り優勢という地域特性を覆すために核を使っていくという流れですね。はい。ルワンダ条約というのが結ばれています。ロシアと、フランスとの間の戦争がロシアの勝利で終わったという、我々にとってはあんまり嬉しくない。そういうニュースですね。これによってロシアが一気に、ドイツ領の一部も、所有するというのと、アメリカ、カナダがヨーロッパを完全に掌握した形になっているのかなと思います。この後ね、ロシアとは、一騎打ちという状況になるのかな、というところですね。うまく、中国と連携して、ロシアと相対していければいいかなというところですかね。さあ、では世界の勢力図見ておきましょう。アメリカ大陸、北米、南米ともに協調。これはアメリカ人ですね。そして、イギリス、フランス、イタリアからドイツ一帯にかけても、最終的にはアメリカが取りましたね。協商に入ってます。イギリス、フランスも、
主権を回復して強将に入ったという状態です。戦争の状態なんですが、現状ですね、日本とロシア一騎打ちという状況になっています。まあ、なんとかここにアメリカが味方として、まあ、少なくてもロシアに対して開戦してもらわないと、この厳しい戦局打開するのはちょっと難しいかなというところですね。で、ロシア軍がヨーロッパ戦線から部隊を引き上げて全部こちらに振り向けてきている状況ですね。まあ、みるみる勢力が後退しているという状況になっています。まあ、ウラジオストックは絶対守らなきゃいけないところ、北京まで脅かされるような状況になるともう敗戦濃厚ということになると思うんですけども、ここから状況の立て直しは難しいかなというふうに思いますので、まあ残念ではありますけども、このカイザーライフは、一旦ここで終わりにしたいと思います。まあ、反省点があるとすればですね、やっぱり日中戦争が長引きすぎてしまって、思うように領土を広げられなかった。で、日中戦争ようやく終わって、いよいよじゃあ、ドイツを侵略しようと思っていた矢先にですね、一足、先にドイツを滅ぼされてしまったので、それによって、まあ、ロシアと対戦せざるを得ない状況になってしまったというのが、まあ、最大の誤算だったのかなというふうに思いますね。またね、ハーツオーバーエンの方については、まあ、大好きなゲームなので、違うプレイスタイル試せたらいいかなというふうに思ってますので、まあ、なんかおすすめのモッドとかあればですね、ぜひご紹介いただければ嬉しいなというふうに思います。では、カイザーライフはこれで終わりにしたいと思います。